ルツ、やっぱり人だよ。本当だ。こんなに埋もれてるのに、よくわかったね。死んでるのかな？やめなよ、ヨブ。棒なんかでつついたら、痛いかもしれないよ。じゃあ、どうすればいいの？それは、どうしたらいいのかな。お、レビィ。そうだよ。まずは雪から出してあげなきゃ。ほら、ヨブも早く。うん。よいしょ。あ、体だ。ボロボロだけど、環境服を着てるね。マスクもしてる。でも、生きているかはわからない。どんな人なのかな？マスクの上からじゃわからないよ。ヨブ、ルツ、どっちでもいいから、大人を呼んできて。でもさ、レビ。僕らが勝手に外に出たって知られちゃったら。そんなこと言ってる時じゃないでしょ？困ってる人を見つけたら助けなくちゃいけないって、エズラがいつも言ってるじゃない。でも。予想呼ぶ。どっちみち村に戻ったら怒られるよ。それに、レビと口喧嘩で勝てっこないよ。わかった。僕行ってくる。穴に気をつけて。私たちあんまり慣れてないんだから。わかってる。ねえレビー、こっちにも何かあるよ。この人の荷物？多分そうだと思うけど。これなんだろう。何か変なものが埋まってるよ。黒くて丸っこいけど、見たこともないよ。触っちゃダメ！レビー、これなんだか知ってる？わからないけど、爆弾かもしれないじゃない。そうかな。爆弾じゃないと思うけどな。じゃあ、ルツは何だと思うの？それは、わからないけど。おーい！ヨブが帰ってきたわ。おーい！ここよ！ここ！なんだろう、丸くてゴツゴツしている。ああ、触っちゃダメって言ったのに。大丈夫だよ、爆弾なんかじゃないよ。じゃあ何？うん、わからないけど。ん？どうしたの？空に何かある？ううん、何もない。何も見えないよ。プラネタリアン、ドラマ CD 最終章、星の人。まったく、どうして黙って地上に出るの？だって、氷嵐が止んだって聞いたからさ。僕は、よした方がいいって言ったよ。それでも一緒に行ったんでしょ？はい。レイビー、あなたは一番年上なんだから、ちゃんと二人を止めないと。私も止めたんですけど。嘘だ！レイビーが一番先に外に出たじゃないか。そうだったかしら。はいはい。喧嘩しない。ねえエレミア、あの人はどうなったの？生きてるわ。あなたたちが見つけなかったらきっと死んでいたけれど。僕たち、いつ会えるの？まだしばらくは無理よ。とても弱っているから。せめてもうちょっと若けりゃね。あの人、もしかして男の人なの？そうね。え？三人になったんだ。男が三人だよ。僕が見つけたんだ。あの人、追い出されちゃうの？大丈夫よ。きっと、この土地の人ではないから。じゃあ、遠くから来たの？どこから？他の村から？そんなの嘘だよ。あんな小さなソリじゃ、どこにも行けるわけないよ。はい、そこまでよ。勝手に外に出た罰に、あなたたち三人はしばらく遊びの時間はなし。その代わり、大人の手伝いをすること。そんな。返事は？はい。よし、じゃあもう夜の時間になるから、女神様にご挨拶をして寝なさい。はい。ああ、また芋掘りか。私たちの村は厚い氷に覆われた地面のずっと下にある。
昔は村は地面の上にあるのが当たり前だったらしいけど、そんなことは想像もつかない。環境服を着なければ出ることもできない地上は、大人でも簡単に死んでしまうような場所だから、勝手に外に出るとすごく怒られる。昔はもっとたくさん人がいたけれど、だんだんいなくなっていった。村で生活しているのは19人の大人の女と私たち3人の子供だけ。今も女神様に守られて生きている。エズラが言ってた。誰が作ったんだろうね。誰って、女神様を作るんだから神様に決まってるわよ。そうだね。さあ、ご挨拶するわよ。はーい。あの人、どこから来たんだと思う？隣の村からだと思うな。あんな小さなソリなんだし。でも、隣の村はなくなっちゃったんでしょ？エズラが言ってたもん。そんなのわからないよ。だって、僕たちが自分で見たわけじゃない。あの人が遠くから来たのなら、遠くにはまだ人がいるってことなのかな？いないよ。人がいるのはこの村だけなんだ。あら、あの人は隣の村から来たって言ったじゃない。隣の村に一人でいたんだよ。それで寂しくなってこっちに来たんだ。そうかしら。きっとそうだよ。そうかもしれないけど、大人に聞いてもちゃんと教えてくれないだろうな。ねえ、会いに行かない？また怒られるよ。大丈夫よ。外から来た人に会ってはいけないなんて決められてないんだから。でも、だって僕たち命の恩人なんだよ。あの人だってお礼を言いたいに決まってるよ。決まり、行きましょう。大丈夫、誰もいないよ。こっち、奥の一番広い部屋だってイザヤが言ってたから。し、もうすぐ着くわよ。あそこ、あの布の扉の部屋ね。下の隙間から中が見えそう。行こう。見つかったら怒られるよ。ここまで来たからもう怒られるわよ。レヴィ大丈夫って言ったのに。静かにする。何か話してる。エズラがいるみたいだ。エルブランカの居住区は全滅しました。もう4年も前です。そうでしたか。交易商もここ10年ほどは現れていません。もっとも、ここは見ての通りの隠し村ですから、存在を知る者はそういないのですが。私もここに居住区があるとは思ってもいませんでした。おかげでこうして助けられたわけですがね。では村長、他の居住区の様子はどうでしょう？それは、あなたの方がよくご存知では？この辺りの土地は、放射能汚染こそそれほどではありませんが、遺伝子異常の影響はどこでも見られます。お察しの通り、ここも例外ではありません。出生率の極端な低下、ですか。それを嘆いてはキリがありません。いずれにせよ、私たちにとって子は宝というわけですから。レヴィ、バレてる。盗み聞きしていないで中にお入りなさい。ごめんなさい。おや、これは。私が珍しいかな。この子たちは、男のお年寄りを見たのは初めてなんですよ。確か、男の年を取った人は、おじいさんって言うんですよね。ああ、そうだよ。これは、杖？短いけど。それは義足だよ、私のね。その首に下げてるのは何？箱みたいだけど。これかい？
これにはね、私の宝物が入れてあるんだよ。宝物？三人ともそのぐらいになさい。しつけの底が知れますね。失礼をお許しください。いえいえ、子供たちの好奇心は触れていて気持ちがいいものですよ。ところで村長、私の荷物があったかと思うのですが。はい、拾える分は拾い集めて別の部屋でお預かりしています。ただ中に一つ用途のわからないものがあったのですが。あの爆弾。危険なものではありません。それは星を見せるための機械です。星？ではあなたが。エズラどうしたんだろう。ご小さんにお祈り？ようこそいらっしゃいました。私どもはあなたを歓迎します、星の人。ルツ、ミミズを取って。うん、はい。新しい土まだある？うん、でも明日にはなくなると思う。じゃあ大人が外に取りに行くのね。いいな。でも外はまた氷嵐らしいよ。どうでもいいよ、だってまだこんなに耕さなきゃならないんだよ。さっきは長そうね。ねえエレミア。ん？何？星の人って何なの？普通の商人とは違うの？私はよく知らないの。エズラは昔もっと大きな居住区に住んでいたから、そこで聞いたんじゃないかな。星って何なの？太陽とか月とかそういうもののことよ。じゃあ電球を売る人なの？違うわ、太陽は電球のことじゃなくて外にあるもののこと。でも僕らこの前外に出たけど太陽なんてなかったよ。そんなのどこにもなかった。星の人ってどこから来たの？星から来たの？違うわ、星の人だって普通の人よ。普通の人なのになんで星の人っていうの？なんで商人みたいに旅してるの？後でエズラに聞くといいわ。やだよ、だってエズラ怖いんだもん。また怒られるよ。イザヤは知ってる？星の人のこと。うん、知らない。残念でした。でもさ、星を見せるって言われてもね、見るだけじゃ腹の足しにもならないでしょうに。早く位置でも開いてくれれば面白くなるんだけど。え、位置？位置が立つの？いつ？それはわからないけど、あの人の荷物変わったものがたくさんあったわよ。実はね、私も狙ってるものがあったりするの。どんなの？どんなの？聞いてもしょうがないでしょ。位置は物々交換なんだから、あんたたちじゃ大したものは手に入れられないわよ。そうなんだ。きちんと仕事をしているかしら？はい、ちゃんとしています。今は少しだけ休憩していました。三人とも来なさい。でも僕たち畑の土の入れ替えがまだ。星の人があなたたちに会いたいそうよ。さ、順番に名前を言いなさい。レビです。ヨブです。ルツです。君たちが助けてくれたそうだね。お礼を言うよ。ありがとう。あなたたちに頼みたいことがあるそうよ。え、私たちに？必要なものは後で届けさせますので。さてと、傘は知っているかな？傘？
雨や雪を防ぐためのものと言ってもわからないかな。レビ、知ってる？雨や雪を防ぐんだから、地上に行くときに着る環境服のことかしら。僕、絵で見たことはあるけど。大きな傘を作ってもらいたいんだ。前に使っていたものをなくしてしまってね。外で使うの？きっと吹き飛ばされちゃうよ。いいや、中で使うのさ。レビー、まっすぐ切っちゃダメだよ。もう少し丸く切らないと。わかってるわよ。でもこういうのは苦手で。ガタガタになってる。ヨブが話しかけるから手元が狂ったのよ。あまり気にしなくていいんだよ。そこは後で縫い付けるとき裏側になるからね。2枚目完成。レビーは？まだ1枚目よ。待っててあげようか。待たなくていい。ただいま。おかえり。これはどうでしょう。風車の補修に使う針金ですけど、骨組みに使えるでしょうか。どれ。大丈夫、これなら使えそうだね。どのぐらいの長さに切ればいいかわかるかな。はい、計算してみます。レビ、ルツがとっても元気だよ。こんなルツ見たことないわ。呼ぶ、レビ、ちゃんと布を切ってる？全部で15枚だからね。うん、大丈夫、ちゃんとやってるよ。あ、針金を切る道具を忘れちゃった。ちょっと取ってきます。ほんと、ルツがすごく元気。さ、僕たちも続きをしよう。5枚目完成。レビは？2枚目完成。レビ遅いね。こういうのは苦手なの。さて、今日はこのぐらいにしよう。3人ともありがとう。もう寝ちゃった？きっとまだ疲れているのよ。僕たちも部屋に戻ろう。おやすみなさい。僕が一番乗り。ヨブ、ずるい。用意どんでスタートって言ったのに。それでも僕一番速いよ。レビ、大丈夫？やっぱり男の子は体力あるわね。ハルツ、先に行ってて、私は歩いていくから。それなら僕も歩くよ。ヨブ一人だと心配なのよ。わかった、じゃあ先に行くよ。昔は私の方が足も速かったし、力も強かったはずなんだけどな。なんだってあんな死に損ないをいつまでも置いているのかしら。まったくね、食いぶちが増えるだけよ。若ければいろいろと役に立ってくれるのにさ、うん、外の人間はちゃんと子供が作れないかもしれないわよ。そしたら追い出すだけよ。何よ、エズラがいないところで悪口言うなんて。部屋だってたくさんあるんだからいいじゃない。あ、大丈夫？痛い。裁縫は苦手よ。レビは大雑把なんだ。こうしてこうするとちゃんとまっすぐ綺麗に縫える。 あれ？ほら、ヨブだって。みんな頑張っているかしら。差し入れのお水よ。あれ、どうしたの二人とも。何が？お祭りの時に着る一番綺麗な服を着てる。あ、いざや香水までしてる。何言ってんの。男性の前に出るときはこうするのが礼儀なのよ。
なの？嘘ではないわ。ああ、それにしてもすっごいことになってるわね。こんなに切れ端作っちゃって。これだけあれば綺麗な着物がたくさん縫えるのに。着物なんかよりもっといいものを作ってるんだよ。完成したら見せてあげるよ。へえ、そうなんだ。それは楽しみね。じゃあ邪魔しないうちにお水はここに置いていくわね。手伝って行かないの？私たちはまだ畑の土の入れ替えが残っているのよ。あんたたちの分もしっかりやっておいてあげるわ。じゃあね。やった、水だ。ヨブ、ダメだよ。星の人が先だよ。いいよ、私は最後でいい。先に飲みなさい。やった。ああ、そんなに一気に飲んだら。おじいさん、今作ってるのは何？何言ってるんだよ、レビ。傘だよ。最初にそう言ってただろ。傘は雨や雪を防ぐために使うものだって言った。でも、これは外で使うんじゃなくて、中で使うんだって言ってた。雨も雪も部屋の中では降らないから、これは傘じゃないわ。なるほど。これが何か、本当に知りたいかい？はい。いい返事だ。これは宇宙だよ。宇宙？正確に言うと、宇宙を表す模型の一部分かな。もちろん本当の宇宙はこんなに小さくはないけれど、あんまり大きいと持ち運べない。だからこのぐらいに作るのさ。どうして持ち運ぶの？たくさんの人に見せるためにさ。宇宙って何？星があるところだね。星って何？星はいろいろな色をしていて、真っ暗な空で輝いているものなんだよ。星はどこにあるの？とても遠くにあるんだよ。どのぐらい遠くなの？どれだけ手を伸ばしても届かないぐらいの遠くさ。見えているのに届かないの？そうだよ。だからみんな追いかけたんだろうね。でも、大丈夫ですか？ヘズロを呼んでくる。大丈夫さ、大丈夫だよ。あの、私、その、ごめんなさい。いいさ。君の質問に答えるのはとても楽しいよ、レビー。さて、今の答えはおいおいみんなで考えていこう。ところで、ヨブ、そこのところの縫い代はこうするといいんだ。できた！こっちも縫い終わったわ。レビーは最後の方、すごく上手くなったね。もう裁縫は怖くないわよ。それでも僕の方が早いけどね。何よ。本当のことだろ。では、広げてみようか。はい。ほら、二人とも。はーい。ダメだよ、そっちを最初に通したら。こっちがうまくいかない。そうじゃなくて、たわませながら入れるんだよ。こんな風に。レビー大丈夫？勝手に進めないでよ。こっちから順番にやるんだから。ヨブ、そこ間違ってる。こっちの袋に通すんだよ。あれ？ゆっくりやりなさい。ブス、そっちを引っ張って。どう？できた。大きいお椀みたいに見えるね。僕たちみんながすっぽり入るよ。ところで、これをどうすればいいのかしら。さあ、
てっぺんに輪っかをつけたのを覚えてるかな。あそこに紐を通して天井からぶら下げるんだよ。あの輪っかってそんな風に使うのね。つけてるとき不思議だったんだけど。じゃあ早速。手が届かないよ。先に通しておけばよかったわ。レヴィ呼ぶ。端っこ持って傘を傾けて。僕がつけるよ。わかった。こんな感じでいい？もうちょっと。できた。これをどのぐらいの高さでぶら下げるの？椅子に座った時に目のあたりに傘の下が来るぐらいの高さだよ。じゃあこのぐらいで、できた。白いお椀がひっくり返って宙に浮いているみたい。これで完成ですか？あとは傘の下に暗幕を下げて中に光が入らないようにするんだ。その前に。おじいさん、歩けるの？初めて見ました。まだなんとかね。あ、それは爆弾？違うよ、星を見せる機械だって言ってた。なんか小さい穴がたくさん開いてる。これは投影機だよ。私の手作りなんだ。これを使って傘の中に星を映すんだよ。星？早く見せて、明かりを消そうよ。まだ投影機の調整が済んでないんだ。もう少し待ってくれるかな？僕、手伝っていいですか？ああ、ぜひお願いするよ。手入れって、時間がかかるもんなんだね。拭いたりするだけでいいんだと思ってたわ。こういうものなんだよ。投影機というのは、いつでも気難しくて、いつでも調子が悪くて、とても手がかかる代物なんだ。いつの時代の、どの投影機もね。できました！次はどうすればいいんですか？ああ、次はそこに見えている歯車の噛み合わせを調整するんだ。はい。君は時計の修理工になれそうだな。レヴィ、そっちは布できた？このぐらいでいいかしら。まあ大丈夫だと思うよ。これで外からの光を入らなくして星を見えるようにするのよね。そうだよ。星は夜の空に光るものだからね。さあ、一つやってみようか。真っ暗。僕も中に入れてよ。で、私の足よ、気をつけて。何にも見えないんだから、しょうがないじゃんか。それでは、始めよう。あ、傘に穴が開いてる。私、ちゃんと縫ったよ。あれ、ちょっと待ってよ。僕、外の電気消したから、穴が開いても見えないよ。よく見てよ。違うよ。これ、穴じゃない。光ってる。小さい光がたくさん。とてもたくさん。これが、星？こんなの、デタラメだよ。だって、こんなの、綺麗すぎる。あれは何？どれ？レヴィが言っているのは、この辺りのことかな？そこはどうして、そんな風にきちんと並んでいるの？
他のところの星はもっとまばらなのに。こういう目立った並びのことを星座というんだよ。明るい星がたまたま近くに固まっていたり、近くにあるように見えるだけで並びそのものに意味があるわけではない。なるほど、これは正しい答えではあるが面白い答えではないね。例えばこの明るい星が四角形になっていて、その真ん中に斜めの三つの星、レビにはこれが何に見えるかね。コップに入れたミミズ。違うよ、だってミミズはあんなまっすぐじゃないよ。私にはそう見えたんだもん。なるほど、レビにそう見えたなら、それがレビにとって正しい答えだよ。ではヨブにも聞いてみよう。君には何に見えるかな。決まってるよ、あれは。蝶々。だってほら、前に見たあの絵と一緒だよ、羽が2枚あって。そんなのダメよ、蝶々なんて今はもういないものなんだから。ところがだ、昔の人だってどこにもないものを星座にしたこともあったんだよ。だからそれも答えの一つだ。ほら、あとはルツだ。どう見えるかな。僕は人に見えます。なんとなくわかるけど、でも手も足も頭もないよ。そうだよ、おかしいよ。腕も足も頭もちゃんとあるんだよ。逆立ちしているけれどね。昔の人はこの星座を腕利きの狩人に見立てたんだよ。でもどうして逆立ちしてるんですか。狩人って何。昔の人ってどのぐらい昔の人なの。昔の人はみんなそう思っていたの。その質問に答えるのはもう少し先にしよう。それでは月を見てみようか。はあ、どうして半分なの。もう半分はどうなっちゃったの。すっごく大きいよ、太陽よりも大きい。違うよ、きっとすごく近くにあるから大きく見えるんだ。さて君たちには特別な話をしようか。あの遠くに光る星に憧れた人々がそこへ至るまでの話だ。え、空に人が行ったの。本には書いてあったけど本当なの。二人とも黙って、おじいさんのお話をちゃんと聞かないと。始まりは一人の男が鳥の羽を腕につけて空を飛ぼうとしたんだけれど、その結末は悲しいものだった。そんなので飛べるわけがないよ。空への挑戦は勇ましいことや楽しいことばかりではなかったんだよ。熱気球というもので空を飛んだ人がいた。王様の前で無理やり乗せられてね。きっと王様は本当に飛べるかどうか試してみたんだろうね。粗末な滑空機で黙々と実験を繰り返した人もいた。でも周りの人は誰も相手にしなかった。最初の飛行機が砂丘を離れた時、それを見守っていた人は本当にわずかだった。飛べずに死んでしまった人もたくさんいた。星に行くはずのロケットが戦争の道具に使われたこともあった。たくさんの人が涙を流して星なんか見なくなったこともあった。
でも決して立ち止まらず、前の人の失敗や過ちを次の人が少しずつ少しずつ乗り越えて、そうして人はあの月に降り立ったんだ。人が、あそこに行ったの？そうだよ。あの半分に見える月だ。あれはずっと遠くにあるけれど、星の中では一番近くにあるんだよ。もちろん本物は半分に欠けてはいないよ。太陽の光を受けている方だけが輝いて見えるのさ。なら本当はまん丸なの？おお、まん丸だよ。こんな風にね。あ、本当だ。本当にまん丸になったよ。そして人は月に町を作った。何千人も暮らすことができるとても大きな町をね。その町を足がかりにして人は月よりももっと遠い星にさえ足跡を刻むことができた。これは赤い星？火星といってね、生き物がいるとずっと考えられていた星なんだ。人がいるんですか？残念ながらいないことが分かった。それでも人は宇宙に友達を探し続けたんだ。さて、お次はこれだ。何か分かるかな？わっ、これは何？青と白の綺麗な星。これはね、太陽系第三惑星、つまり私たちの住んでいる星、地球だよ。こんなに大きいんですか？昔の写真から原版を作ったから他の星より大きく写っているけれど、本当はもっと小さな星なんだ。僕たちの住んでる星はこんなに綺麗なの？そうだよ。昔はこんなに綺麗だったんだ。でも今は？地球を宇宙から見ることができなくなってしまったから、どう見えるかわからないんだよ。人はまた争いを始めてしまい、星を遠いものにしてしまったんだ。けれどいつの日かきっと、もう一度星の世界を駆け巡ることができるようになる。私に星のことを教えてくれた人はそう信じていたよ。でもこれは本当のことなの？空の上にこんなに綺麗な世界があるの？ああ、本当だよ。今、地球は分厚い雪の雲に覆われてしまっている。本当の星空を見ることはできないけれど、今ここに見える星空は君たちのものだよ。あ、そうだ、ここまで見てもらったお礼にとっておきの秘密を教えてあげよう。秘密？この機械はね、ただ星を映せるだけではないんだ。遠い過去から遥かな未来まで自由自在に時間を操ることができる特別製の機械なんだよ。時間を操るなんて、そんなことできるの？あ、星が動いていく。綺麗。あれ、止まったよ。千年後の夜空。千年後の夜空。この夜空はね、今からちょうど千年後の夜、この場所から見える星空だよ。千年ってどのぐらい先なんだろう？
僕たちが大人になって、おじいさんとおばあさんになって、それよりずっと先なんだけど。やっぱりよくわからないや。その頃になったら本物の星が見えるのかな。どうなのかな。見えたらいいなって思うけど。大丈夫さ。きっと人はまた星を手にすることができるよ。けれどね、たとえ星の世界が手の届かない憧れではなく、ありふれた暮らしの場になっても、ここで見た星空を忘れないでほしい。君たちが暗闇に迷い、本当の星空が見えなくなってしまったとき、そっと思い出してみてほしい。それが小さな私たちの夢だよ。忘れるわけないよ。こんな素敵なもの忘れられないわ。もっとみんなにも見せてあげたいぐらいだよ。そうか、ありがとう。それじゃあ元の時間に帰ろうか。これが今雲の向こうにある夜空の姿だよ。さあ、そろそろ終わりにしようか。もう少し見ていたいよ。うん、ずっと見ていたい。だって次いつ見れるか分かりません。大丈夫さ。三人ともちょっと目をつぶってごらん。ほら、星空を想像してごらん。見える、見える。星が見えるよ。星の光は君たちの行き先をどこまでも照らしてくれるよ。プラネタリウムで見た星は決して忘れられるものではないのだから。起きる前に取りに行かなきゃダメなんだから。今なら畑当番は2番畑の方にいるから大丈夫。エレミアとイザヤが起きてるじゃないか。でも2人とも畑当番じゃないわよ。こんなところで何をしているの。目が覚めちゃったから散歩してたの。あれ、エレミア、イザヤ、どうして礼服を着てるの？あ、本当だ。女神様の前に出る時の服でしょ、それ。これから大事な話し合いがあるから、勝手に出歩いてちゃダメよ。私たちも出るの？残念。大人だけよ。あんたたちのお師匠さんも、場合によっては呼ばれるかもね。もしかして、みんなも星を見せてもらうの？さあ、どうかしらね。散歩はもう終わりにして部屋に戻っていなさい。エズラに怒られるわよ。早くしようよ、レビ。うん、大人も星の人に用があるみたいだし、もしかしたら先を越されるかも。そんなのダメ。どの辺だったっけ。入って四つ目の棚を右に曲がった先の突き当たりよ。レビー、左だよ。ああ、そうよ、左よ。でも怖いね。全部ボロボロで大人も近寄らない。ここは人が住み始める前からこうだったって。火事だろって言ってた。うん、僕も聞いたよ。きっとその火事で一度
人がいなくなっちゃったんだね。この燃えた紙の束は本だよ。とても読めないけどね。あ、あったあった、ここの隙間だよ。うん、ベビー。え、開けるわよ。うん、僕たちの宝物だ。でもどうして土から出てきたんだろうね。今はどうでもいいわ。畑仕事もたまには役に立つってこと。一年前だよ、僕らがこれを見つけてからもう一年も経ってるんだ。うん、あの時隠しておいてよかったよ。大人に見つかってたらきっと取り上げられてた。もし村に商人が来た時にどうしても欲しいものがあったらこれと交換しようって決めてたけど。呼ぶルツ、本当にいいわね。うん。失礼します。失礼します。失礼します。あ、傘が畳んであるよ。機械はあっちにちゃんと置いてある。おじいさんはまだ寝てるのかな。いやー、おはよう。今日は随分と早いんだね。あの、お願いがあるんです。ほう、何かね。その、私たち、星の人になりたいんです。ほう。三人ともまっすぐな目だね。機械はきっとルツが作れるし手入れもできると思います。ソリでよその村に行くのはヨブがいればきっと大丈夫。みんなに星のことを聞かせるのは私がするんだと思うけど、でももっといろいろなことを知らないとできないと思います。だから私たちがちゃんとした星の人になれるまで教えてほしいんです。お願いします。お願いします。これ私たちの宝物です。ほう、これは十字架だね。十字架って何ですか。お祈りを捧げるためのものだよ。どうやって手に入れたのかな。畑仕事をしていてルツが拾ったんです。それで綺麗だったから三人の宝物にして。君たちは本当に運が強いんだな。それだけじゃとても足りないかもしれないけど。いや、そんなことはないよ。これで十分だ。でも一つだけお願いがあるんだ。これを受け取ってもらえないかな。それはいつも首にかけてた箱、大切なものじゃないんですか。ああ、私の宝物なんだ。これは何ですか。星の人の証だよ。これを大切に持っていてほしいんだ。そしていつか君たちが本当の星空に会えたなら。エレミア、怒ってるの。エレミア、僕たちが部屋に戻らなかったから。でも どうか女神の広場までお越しください。星の人をお連れしました。
レビ、ヨブ、ルツ、あなたたちは部屋に戻るよう言われたはずです。私たちは星の人の弟子にしてもらったの。だから星の人がちゃんと歩けるように支えるんだ。僕も星の人の弟子です。星の人、どうか女神様の御前に。おお、これは。これが女神様なんだ。大事な相談は女神様の前ですることになっているんです。大切な守り神様の前だから誰も嘘をつかないし、嘘をついてはいけないの。この村の総意をお伝えします。今日の午後、この村を退去していただくことになりました。え、ヘズラ、何を言ってるの。みんなまだ星を見せてもらってないよね。それにまだ星の人は元気になってないんだよ。今外になんか出たら次の村までたどり着けないよ。この村の総意です。だって僕たち約束したんだ。星のこといろいろ教えてもらって星の人になるんだって。ルツなんてすごく褒めてもらったんだよ。僕たちは星の人になって他の村を回るんだ。そしていつか月にだって行くんだ。それは許されません。どうして。この世界では星の人もすでに役目を終えています。そんなの間違ってる。みんな間違ってる。みんなも星を見ればきっとわかるのに、どうして星を見ようとしないでこんなに大切なことを決めちゃうの。知らないことがたくさんあるって、そんなことだって知らないのに、どうして自分が正しいってわかるの。女神様、私は嘘をついているでしょうか。星の人はもういらないんでしょうか。どうか女神様、教えてください。どうか。ロボット。え、これは女神の像ではない、ロボットだ。まだ残っていたのか。おじいさん。メモリカード、メモリカードをスロットに。どうしたの。女神様の耳に何かあるの。おお。おじいさん。おじいさん、おじいさん、おじいさん。入るわよ。ちゃんとおとなしくしてる。エレミア、イザヤ。レビは寝ているのね。うん。ルツ、何読んでるの。星の人が持っていた本。知らない言葉だから読めないけど、星のことやあの機械のことが書いてあるんだと思う。ねえ、僕たちはまだ部屋から出ちゃダメなの。ええ、まだ許しは出ていないわ。その間に星の人を追い出そうとしてるの。レビ、起きていたの。おじいさんは。ちゃんと客間に戻っているわ、安心して。いくらなんでも病人を外に出すような真似はしないって。病人？まだ治ってないの。でもすぐに元気になるよね。三人ともよく聞いてちょうだい。星の人はね、とても長い間大変な旅をしてきたの。
生き物が住めないような土地をきっとたった一人でね。そのせいで肺や神経をひどく悪くしているの。きっとちょっと歩いたり話をするだけでも痛かったはずよ。だってそんなのおかしいよ。僕らと同じくらい楽しそうだったんだよ。修理の仕方を教えてくれたり、あんなにたくさん話をしたのに。あんたたちが星の人を好きなように、星の人もあんたたちのことが好きになったんだろうね。でも、さて私たちは畑仕事に行きますか。あんたたちちゃんと部屋にいるのよ。もう少ししたらエズラもきっと許してくれるわ。レビ、呼ぶ？レツ、みんながね、星の人に出て行ってほしいって言ったのは、あなたたちが星の人を大好きになったからなの。どうして？どうして好きになったら追い出すの？あなたたちを辛い目に遭わせたくなかったからよ。でもそれは間違っていたのかもしれない。本当に心からあなたたちのことを考えたなら。じゃあね。星の人がさ、元気になったら次は何を教えてもらおうか。私は星座のことをもっと教えてもらうわ。いろいろなお話があるって言ってたもの。僕は機械のことを教えてほしいな。自分で作ることができるようになったら、もっとたくさんの人に星を見せてあげることができるもん。僕は他の村のこととか面白ければ何でもいいや。やっぱり呼ぶは呼ぶね。なんだよ。右足が潰れてるな。おい、あんた生きてるのか？多分な。あんたもクズやか？クズ？ああ、十何時間か前まではそうだった。ん？何を言っている？転職したのさ。転職？何人目なんだろうな、俺は。最初に洞窟から夜空を眺めたバカから数えて。クズ屋じゃないのか。俺は星屋だ。あれから何十年が経ったか。まるで昨日のことのように思える。誰だい？呼ぶか？他の村やソリの旅のことを聞きに来たのかな。もしかしてルツか？投影機の動かし方をもっと詳しく教えなければな。それともレビか？星の話はどれだけ話しても尽きない。けれども君は目をキラキラさせて聞いてくれる。嬉しいよ。ロボット、起動していたのか。いや、それとも女神なのか。
ああ、そうだ。メモリカードだ。防水ケース。ない。どこに？これは十字架。ああ、そうか。これは宝物だ。レビ、ヨブ、ルツと交換した宝物だ。まったく。教えることはたくさんあるのに、師匠の俺が不甲斐ないことになってしまった。だが、あの三人なら大丈夫だ。俺なんかよりもっと遠くまで行く。なぜひざまずく？バッテリーが乏しいのか？そうか、迎えに来たのか。なら教えてくれ。例の門は一つなのか？二つなら俺は行かないぞ。何を言おうとしているんだ。そうか、俺を許してくれるか。星に焦がれて生きてきたちっぽけな星やを。それは懐かしく暖かな色だった。大きな円形の部屋、半球状の高い屋根、数えきれないほどの座席。ああ、観客がびっしりと座っている。見知った顔もある。若者も年老いた者もいた。家族連れも友人同士も恋人同士もいた。みんなゆったりとくつろぎ、これから始まる出し物を心待ちにしている。客席の中心にはあの巨大な二球式の投影機。まるで工房から納品されたばかりのように一分の隙もなく組み上げられている。そしてその傍らに。久しぶりだな。はい、お久しぶりです。元気そうだな。はい、私はロボットですので。ロボットですので。そうか、泣けるようになったんだな。はい。ここでは人の願いもロボットの願いも
全部叶うんだったな。はい、お客様。俺はもうお客じゃないよ。とおっしゃいますと？さてと、いつものやつを頼む。あれがないと調子が出ない。はい。プラネタリウムはいかがでしょう。どんな時も決して消えることのない美しい無休のきらめき、満天の星々が皆様をお待ちしています。さあ、投影を始めよう。万雷の拍手の中、俺は悟った。この星に生まれ、この星が育んできた星の人の系譜、その末席に今俺も加わるんだと。三人ともいる？どうしたの、エレミア？もう部屋を出てもいいの？星の人に挨拶をしに行きなさい。どういうこと？星の人はお立ちになったわ。あ、レピ！エレミア、やっぱり星の人を追い出したの？村のみんなは分かってくれなかったの？違うの。違うのよ、呼ぶ。星の人は。レビィ。おじいさんは？レビィ、ご挨拶を。星の人は今、長い旅を終えました。どうして？まだ教えてほしいことたくさんあったのに。おじいさん。おじいさんは呼ぶ。ルツ、おじいさんが。さ、二人も星の人にご挨拶を。そんな、おじいさん。おじいさん。おじいさんは楽しかったのかな。たくさん旅をしてきて辛くなかったのかな。いっぱいボロボロになって、それでも幸せだったのかな。星の人は幸せでした。最後にあなたたちに出会えて本当に嬉しそうでした。そうでなければこんなにも満足そうな顔で眠ることなどできません。わずかかもしれませんが、星の人があなたたちと過ごした時間は彼にとって最良の安らぎだったに違いありません。もっとお話ししたかった。もっとたくさん星のことを教えてほしかった。僕も教えてほしかった。星の上手な見せ方とか機械の使い方とか作り方を。僕はもう教えてもらったよ、遠くの世界があるってこと。でも僕はおじいさんと一緒に行きたかった。三人とも
こちらをご覧なさい。どうしてここに女神様が。おじいさんにお祈りをしてくれているの。星の人はとても徳の高い人だったのです。ですから女神様が天国まで連れて行ったのでしょう。天国ってどこにあるの。それは空よりもっと高い、手を伸ばしても届かないところにあります。でもいつか私たちも行けるんでしょう。ええ、いつかきっと。星の人は村の大切な客人として地下墓地に葬ることになりました。これは合議の結果であり。ダメだよ。おじいさんは星の人なんだ。だから本当の星が見えるところで眠りたいに決まってる。僕もそう思います。レヴィ、あなたも二人と同じ意見ですか。はい。わかりました。星の人は地上で葬りましょう。それが彼の望みであるならば、私たちはそれに応えるべきですから。ああやって氷を掘ってその下に寝かせるんだって。冷たくないのかな。きっと大丈夫よ。氷で蓋をすればきっと暖かいわ。氷嵐が収まってくれてよかったね。待ってたらちょうど夜になったし。やっぱりおじいさんは徳が高かったのよ。そうかもしれないね。ところで徳って何。さあ、きっといい人ってことだと思うよ。ああ、なるほど。雲がみんななくなって本物の星が見えるといいのに。今夜は雲が厚いから無理かもしれないね。でもいつかきっと。ねえレヴィ、ルツ、あそこ見てみなよ。雲の向こうが少しだけど明るい。本当だ。あれってもしかしたらおじいさんが見せてくれた。うん、きっとあれが月なんだよ。どんな形してるのかしら。まん丸なのか半分なのか、それともうんと細いのかな。ああ、月に行ってみたいな。さあ行きましょう。よく来ました。レヴィ、ヨブ、ルツ、女神様のもと合議の結果は出ました。はい。あなたたち三人の希望である星の人の継承は我々19名全員の合意をもって認めるものとします。やった、認めてもらえた。ありがとうございます。三人ともよく覚えておきなさい。あなたたちが星の人となることはあなたたちの先生である先代の願いでもありました。はい、わかってます。僕たちはおじいさん、うん、先生からもう受け取っています。先生の宝物、星の人の証を。でもこれ何なのかな。薄い板みたいだけど何に使うかはわからないよ。いつか
わかるのかな。わかったらいいよね。ほら、こうやって触るとね、なんだかちょっとあったかい気がする。プラネタリウムはいかがでしょう。どんな時も決して消えることのない美しい無休のきらめき、満天の星々が皆様をお待ちしています。プラネタリウムはいかがでしょう。どんな時も決して消えることのない美しい無休のきらめき、満天の星々が皆様をお待ちしています。プラネタリウムはいかがでしょう。どんな時も決して消えることのない美しい無休のきらめき。Cheers.